田村直行、57大暮れ、が16年富士フィルム、シニア選手権以来、5年ぶりのシニアツアー通算2に勝目を挙げた。通算10アンダーで阿原久雄、50ゴルフゾーンへ坂、秋葉新一、56漢文グループ、と並んだが、プレイオフ1ホール目にチップインイーグルで勝負を決めた。 一昨年の前回大会はプレーオフで敗れており、3年越しの雪辱を果たした。グリーン奥のラフからパターで打った4メートルの一打がカップに吸い込まれると、田村ははしゃぎ回った。前回3人のプレーオフで負けていたので勝ててよかったと5年ぶりの優勝を噛み締めた。前半終了時点で4打差をつけられたが、 今回のために読んだ元ハウスキャディーの鈴木美穂さん、28、から昨日もカムバックできたから頑張りましょうと言われて喰らいついた。乱視で右が高く見えるというラインも鈴木さんに読んでもらい、自信3度目のプレイオフを初めて制した。2月に母、幸子さんが90歳で高い。この日は何度も点を見上げた。 巨弱体質だったというアマ時代から、ファンケルの総合ビタミン剤などを摂取してきた。優勝インタビューでは同社のピルケースを披露。このおかげで今の僕があると主催者にも感謝した。より非常に小さい秋葉6勝目逃すより非常に大きい4打差の9位から出た秋葉は18万のイーグルで一時は単独トンクに立ち。 プレイオフでもパーゴデニオンに成功したが及ばなかった。19年サセボシニア以来の6勝目は逃したが田村さんのラフからのパッドが素晴らしかった得意はなかった。プレイオフの第一打を引っ掛けて左の木に当てたアハラはあれが悔やまれると嘆いた。それでもシニアルーキーで初めて優勝争いを繰り広げ最高でしたと収穫は得た様子だ。